日本企業の中国離れ加速、最重要輸出先アメリカは初の首位、ジェトロ調査。日本貿易振興機構がまとめた日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査によると、2023年度の輸出先に関する企業の重視度ではアメリカが首位となりました。これは初めて中国を抜いたことを示しています。この動向はアメリカや他の友好国が中国への貿易依存を減らす動きと重なり、さらに中国経済の低迷も影響しているとみられます。そのため日本企業の中国からの撤退が進む可能性があります。同調査ではインドや台湾などの新たな輸出先への関心も大幅に増加していることが明らかになっています。今後3年間で最も重要な輸出先としてアメリカを挙げた日本企業は 20.9% を占め、中国を上回りました。これにより中国が首位の座を平成28年以来初めて譲る結果となりました。それに続く輸出先はベトナム 7.7%、 台湾 7.1%、 インド 6.1% と続きます。ベトナムの割合は前年と変わらないものの、台湾とインドはそれぞれ前年から大幅に増加しています。速報、 LINE で個人情報流出、新たに約7万9000件の流出が判明、スタンプ購入履歴など計52万件近くが流出。 LINE の個人情報の流出問題が発生し、新たな情報が明らかになりました。LINE ヤフーは第三者による不正なアクセスを受け、 LINE 利用者の個人情報など約7万9000件が追加で流出していたことを発表しました。この問題は去年11月にも発生しており、その際には LINE 利用者の年代や性別、スタンプ購入履歴など30万件以上の情報と、従業員の氏名など14万件近くが流出したことが明らかにされています。これにより、今回の追加情報を含めると、合計で52万件近くの個人情報が流出したことになります。ミステリー、こんばんは、プリティです。今無印良品ね、客室が10ヶ月連続マイナスなんだって。無印で週に1回以上買うという人はね、1割だけで、あとは月に1回とか、あと半年に1回っていう人はほとんどなんだって。もともとのさ、無印のコンセプトってノンブランドで安価でいいものっていうのが、売りだったじゃない。何年も経って無印というブランド商法になっちゃったでしょ。あとリサイクルしたものとか使って、なんかエコでどんどんですって言ってたけど、無印服とかってさ、ユニクロとか GU 以下って言われてるでしょ。長持ちしないとかって。おばちゃん昔よくレトルトカレーとか、部屋のさ、家具とかハンガーとか、そういうのね、なんか無機質な感じにしたくて、全部無印にさ、時代あったのよ。それがなんかヤングっていう風潮があって、なんかこれ全部無印じゃないとかって、なんか友達とかと付き合ってた彼女とかにさ言われて、え、いやまあねっていうそれ流行ったのよ、やっぱり猫が好きとかの時代の時に。なんだろう、ちょっと色も素朴な。それで株価のチャート見てると、2022年とか2023年がガクッと落ちたのよ。ウイグル麺とか使ってさ、世界的にちょっと無印はチュッチュって、だって今さ、まだ使ってるでしょ。で、世界的に進出してたさ、無印とかって、もう、それ使ってんだったらチュッチュって、みんな買わなくなっちゃってるじゃない。でも2024年に入ってからガクッと上がってんのね。でも、そこからまた下がる小麦になってってるんだけど、
おばちゃんもちょっと無印はいいもうイメージは持てない、まあ、高いでしょ。高いし、あと似たようななんか素朴なデザインのものって売ってるでしょ。だからもうアマゾンとかで見てればさ、あこっちの方が安いじゃんって、で使ってみたらこっちの方がいいじゃんって、まあそうなってくるといいところも何もないし、え無印って確か中国企業だよね。確かそうだったと思う。確か中国企業よね。うん、昔おばちゃんがね、まあ、10代とかあと20代の時まで買ったかな、あのこたつ、あのなんていうの、あのポキッといきそうなぐらいなんかもう細いこたつで、なんかおしゃれに見えんのよ。物のいっぱい載せれないけど、おばちゃんさ、こたつ大きいやつ買ってさ、パソコンとかさ、あとみかんとか、あとジュースとかお菓子とかさ、あとねテレビのリモコンとかさ、あと何扇風機のリモコンとかさ、何でもこたつの上にね乗せちゃうタイプなのよ。だから頑丈なの欲しかったんだけどね、あと起き上がるときにどっこらしょって手つくでしょ、ちょっとなんかパキッていきそうな感じ。でもねそれはなんかおしゃれっていう風潮あったのよ、パキるのは。なんか細い足でなんかスタイリッシュなこたつ、あこれ無印じゃない、おしゃれじゃないってなんか言ってくれるかなと思ったけど、やっぱりさシンプルなデザインでしょ。こたつはあまりみんな気づかないんだよね。今思えばね、だから無印のこたつじゃなくてもよかったかなと思うんだけど、でも無印一番おばちゃんお世話になったのはやっぱレトルトカレーか、ダメになるクッション、うん、人がダメになっちゃうクッションよく買ってたな。でっかいスライムみたいなやつ、それに埋もれて、あーこっから動きたくねっていう。よく買った。あと布団買ったな。マジですね。よく布団買ったけど、ね今もういいイメージないじゃん。あと中国企業なんでしょ確か。じゃあそういうことで。いや、だって似てるようなデザインで、だってアマゾンとかでいっぱい売ってんだもん。めっちゃ安いじゃん。半額以下とかで買えるから、そしたら、無印はもういいかなってなっちゃうかな。だってもうユニクロ自体 GU も全然行ってないもん。だってもう現場とかのおじちゃんおばちゃんとかさ、あの、イモムシのモコモコのジャンパーみんな着てんだもん。いや、あの、おばちゃんヤングでいたいの。ね。ファッションもさ、他の人と一切もう被らない、自分なりのオシャレみたいなさ。だからワークマン行ってんだけど、被ってる。なんで、ワークマン頑丈で安いしさ、ね、着やすいんだもん。あ、ごめんなさい。ファッション稼いって語っちゃって。ほんとごめんなさい。これやっぱりせやなと思うんだけど、さすがに無理があった。食用コオロギの会社が倒産。で、イナゴ、ハチノコを食べる長野出身者もコオロギは絶対食べない。あのね、やっとゲロったのよ。やっぱりコオロギ味まずいんだって。でさ、無印とかでさ、コオロギせんべいみたいなの売ってたら、それをさ、食べた人、やっぱまずいって。で、わざわざコストかけて養殖して、なんでまずいもの食わなきゃいけないんだって。まあ、無理ありましたって今言い出してる、まあ、メディアとか多いんだけど、なんでそれ言わんの？あの、食感もあまり良くないんだって。なんでそれ言わんの？今になって、やっぱり味、まあ人によっていろいろあると思うんですけど、美味しくないっていう人が大半でしたねって。なんでそれ隠したの？もうだからメディアはね知ってたんでしょ。なんだよ、もう今になって乗せられた企業とかかわいそうじゃん。政府から言われてさ、で補助金もらってよっしゃっていうところはまあしょうがないと思うけどさ、このブームに乗らなきゃってさ、何も知らないで参入した企業とかかわいそうよ。全然潰れてんじゃん。ちょっとほとんど残ってないでしょ。で今かすかに残ってる時もところも終わりでしょ。アメーンって言ってるもん、だからこれね、メディアもひどいと思うわよ。衝撃動画、フランス農民のパリ進撃、高速道路中央分離帯を撤去、首都陥落かわらわらわら。緊急速報、イタリア農民も立ち上がる、ローマとミラノの高速道路料金所を封鎖わらわらわら。
moyens d'avoir de gauche la voie de sécurité, elle soit libre pour que les voitures qui sont devant, derrière, puissent se dégager, ok? Vous m'envoyez à 4 tracteurs devant, là. Les 4 tracteurs de tête, là, ça part devant. Eh, remettez-vous de l'autre côté. Mettez-vous de l'autre côté. Allez, hop, de l'autre côté. Hop, remettez-vous de l'autre côté. フランス、ベルギー、ポルトガル、ギリシャ、スペイン、ドイツの農家が EU の気候変動対策による制約やコスト上昇、海外との不公正な競争に対する不満を抱え抗議活動を行っています。彼らはスーパーマーケットでの輸入農産物の廃棄やまだ履行されていない当局の現金支援に対する不満を表明しています。また現金や支援の必要性を訴えるために銀行を標的にすると述べており、直接的にスーパーマーケットに抗議する一方で外国産輸入品に反対しています。この抗議の一環として、フランスの農民は高速道路を遮断し、イタリアの農民も高速道路料金所を封鎖しています。行動は農家たちが自らの要求や懸念に対する解決策を求め、その重要性をアピールしているものといえます。農家の皆様、ファイツ。奥能登地域、看護師約70人が退職決断、体調を崩す医療従事者も被災地の医療に危機。能登半島地震で石川県の奥能登地域が大きな被害を受け、病院での医療体制に影響が出ています。疲弊する医療現場で退職を決断した看護師が相次いでおり、その数はおよそ70人に上ると報じられています。現在は何とか診療を続けているものの、医師や看護師の中には体調を崩す人も散見されています。このような状況下で看護師が大量に退職することは、患者の受け入れや医療提供に深刻な影響を与える可能性があります。被災地の医療体制はすでに限界に達しており、看護師の不足はその負担をさらに増大させることになります。地域の医療機関や自治体に任せっきりにするのではなく、国はこの課題に迅速かつ適切に対処するために人材の確保や支援策の充実など緊急の対応を検討する必要があります。今中国の人たちの間で反抗消費という現象が目立ってんだって。消費者が最小限の費用で最大の価値を求め、ブランドよりも商品の機能性を重視し、平均価格の、それも、例えば、あれよ、ブランド品よりもワークマンってことよ。だから日本も変わらないと思うよ。だからみんなね、私思っちゃったよ。中国のね、貧困層もだいぶ増えちゃって、で、そのブランド物、っていうかもう元から買えないし、で贅沢するんだったら、安くて、で幸せに生活できる方がいいんじゃねって。ワークマン行けば、
ケンタもいけるし、ね、ミスタードーナツでね、2個か3個買えんのよ。そのこと考えるとさ、うん、ブランドとかそういう高いのいらないし、安くていいのだったらそれでいいしっていう、まあ当たり前な思考に向かってるのが中国、まあ内需経済を刺激する上で障害となる可能性があるとね、まあ警鐘鳴らしてんだって。でもお金ないんだもん。これどうしようもできないよ。だって日本も同じでしょ。だからちょっと一つお願いあるのよ。やっぱ気に入ってさ、久しぶりに買ったのよ。ワークマンの緑色のモコモコのやつ。近所のおじちゃんが家にこないで来てて。で、急になんかおばちゃんテンション下がっちゃったのよ。電車でも見かけるようになっちゃって。みんなちょっと控えて、あの緑のモコモコは。ごめんなさい。もうすごくわがままなこと言ってる。私久しぶりに買ったの。気持ちもエレガントで言いたいの。ごめんなさい。もうすごくわがままなこと言ってる、うん。ひどいこと言ってると思います。でも、ねえ、おばちゃんと同じ服着てる人電車で勝ち合うとなんかちょっと気まずいんだもん。面白いのよ。向こうから歩いてきた人で、あの、おばちゃんと同じ服着てる人いたとするじゃん。あってなるでしょ。一瞬さ、目が私があってなるけど、なんであの目をそらして見ないようにするのかしら、お互い。現実を受け入れようとしないのよね。目が合わなければ、ああ、来てるわってずっと見えるじゃん。で目があると、しばらくするこうやって目背けて、見ないようにするのよ。あれは面白いね。まあ、それとね、どっかデート行ったりとか、会食したりとか、あと旅行行ったりとか、そういうのよりも眠たい。家で寝てたいって。アメリカとかでもさ、お金ない、まあ、若い子たちとかスーパーマーケットで、まあ、当然のようにかっぱらってるし、あれもやっぱりもうなんていう、貧困層がもう増えすぎちゃったんじゃない。あのお金持ってる人と持ってない人の差がもう開きすぎちゃって、もういいやん、払うわって。もう世界中でさ、ワークマンとさ、あと100円ローソンいっぱい作ったら、そしたら少しはみんな幸せなんじゃない。だって100円ローソンにはあのかき揚げおにぎりあんのよ。めっちゃ、あ、今いくらだか最近買ってないけど120円ぐらいだっけ。ご飯にかき揚げよ。めっちゃカロリー蓄えられるじゃない。だからもう世界中でワークマンと100円ローソンいっぱいできればね、世の中幸せなんじゃないかなと思う。今ニューヨークで移民の人がいっぱい入ってきて、治安がね、悪化しちゃって、でも収容施設とかいっぱい作ったのよ。まあ、あの、表面上は、そういう移民の人たちの、なんか、なんていうの、収容ホテルだって言ってるけど、収容所みたいな感じになってるのよ。でも、暴れまくっちゃって、例えばあの、ね、ベネズエラ出身の15歳の移民の少年が、タイムズスクエアで、ブラジル人外、あの、観光客と、警官隊に発砲して、発砲してんのよ。で、まあ、捕まって、あとね、先月には通行を妨害していた移民グループと警察官が殴り合いになった事件とかも発生しちゃってんだって。だからニューヨークでは午後11時から朝の6時まで外出禁止ですね、するなんか制限を設けちゃったみたいで、それでもなんか移民ウェルカムウェルカムってやってんじゃん。だからね、なんか移民収容施設を20カ所ね、増やす発表したんだって。外出禁止への対象となる移民の数は約3600人に上る。安い労働力としていっぱい入れてんでしょ。で、発砲事件も起きたり、暴動も起きてんでしょ。で、マッポちゃんが鎮圧して、で、今度あの、外出禁止令まで。で、これさ、治安維持にかかるお金とかさ、あと、現地に住んでる人たち、時給とかも下がっちゃうわけでしょ。時給とか賃金。で、何のためにって、もう安い労働力としていろいろいろんなね、入ってきてる人も幸せにはならないわけだよ。もう使ってる人たちがウハウハってだけでしょ。いや、もう嫌な世の中ね。あと移民の人たちに月14万円支給して、現地の人たちはぶち切れてんだって。その14万円ってなんだよって。こっち働いて、で、税金めちゃくちゃ取られて、で、こんななんか治安も悪化して、なんで無償で14万円支給してんだってね。
それブチ切れるよね。でこの話聞いてさ、怒られてきてるのかわいそうだっていうこのね、思いは確かにわかるんだけど、もうこのメディアがね、はっきりね言ってないことがあるのよ。移民の人が暴れてるどうのこうのとか言ってるけど、不法移民なんですよね。ニューヨークってさ、移民正規都市とかなんか宣言してさ、どんどん入ってきてくださいって言って、なんかちゃんと手続きした移民の人から、不法に入ってきてる人たちもいっぱいでしょ。でもやりたい放題なのよ。悪いことして捕まっても、もう元から、法律関係ねえで入ってきてるから。やりたい放題なのよ。銃とかもいっぱいもうガンガン、もう止めとってるし。ねえ、怖いものないのよ。ネットで言われてんだけど、今、刑務所さ、パンパンなんだって。だから微罪の犯罪者とか、勝手に外出できるとかって言われてんのよ。すごいでしょ。だから、不法移民の人たちが、まず、法律守るはずないじゃん。で、外出禁止令出しても、そんな守るはずなくて、どん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 外出てっちゃうじゃん。で、若い子たちもいっぱい遊んでんじゃん。それはナンパしたりするじゃん。なんかいいものないって、なんかいけないお薬もらったりとか、銃とかないって言ったら、あ、これ、でもいいから売ってあげるよとか、そういう世界でしょ。ニューヨークどうしたんどうしたん終わっちゃうもんだけど、ニューヨークのさ、周りの州はさ、もうそろそろ結界張った方がいいんじゃない？テント出てだって、なんかバキバキ落ちちゃう。で、マポちゃんがさ、嗅ぎつけて来た時にはもう違う州逃げちゃうわけでしょ。そんなんど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 ん入ってきて、もう周りの州はもうぶち切れてんじゃん。テキサスなんかバスに乗せて送り返したりするでしょ。今いっぱい入ってきて。お前らが始めたことじゃんっていう。お前らで引き取れってバスに乗せて思いっきりニューヨークにね、叩きつけてじゃん。でもそれするのも大変でしょ。だから周りの人は結界をね、張り巡らした方がいいと思う。フリーレンがね、現れなければ破壊されることはないから大丈夫だと思います。他の人はね、結界を張っていきましょう。もし結界張るんでも、シグマの母に頼んでみたら、霊感がある占い師さんが、すぐに人間が、よくおじいちゃんおばあちゃん並んでんの、商店街のところにある。そんななんか巣鴨の墓って、ちょっとヨボヨボのおばあちゃんだけど、力があるんでしょ、それだけ人が並ぶってことは。その人に、はぁっつってさ、ね、結界貼ってもらったらどうかしら。一つに週、結界かけるのかな、1万円ぐらい出せばやってくれんじゃない。だから巣鴨の墓とか、ちょっと頼んでみるっていうのはいい手段だと思うんだけど、こっちは。私を物にしたいなら、もっとズビビとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京シリクラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。